見るのが嫌だった、見てない、見ないようにしていたっていう感じです。なんと黒帯ワールドは見ないようにしていたというジークンドーの石井東吾先生、一体なぜ見たくなかったのか、そしてどうして宮平保先生に会いたかったのか、そのあたりじっくり聞いてみましょう。石井先生、黒帯ワールドってご存知でした？はい、もちろんです、はい、どんなかあの目線で見てました？あのですね、自分はまあ正直言うと、なんだろう、見るのが嫌だったっていう感じです。嫌ってのは、嫌っていうのは何、嫌ってね、おかしいんですけど、嫌って何、嫌って何、それよくわからない。なんか珍しい感想ですね。見てたんですよね。見てたけど嫌って、見てない、見てない、見ないようにしていた、見ないようにしてっていうのが正解かもしれないです。なんでかっていうと、はい、こう僕の考えですけど、僕はこの修行をあの稽古していく中で、やっぱりその自分の自分で自分自身の経験と先生からの教えを持ってこう成長していきたいっていう思いがすごくあって、で例えばこう長くやっていくと、なんだ、ちょっとしたことから身体操作のがこう向上したり、あ、こういう使い方あるんだ、あ、こんなことできるんだ、こんなことできるようになったっていうようなことがあるんですね、ずっと長くやっていくと。黒帯ワールドはそのヒントがある気がして、あ、なるほど、僕はそれを見つけちゃうのが嫌だったんですよね。その教えてほしくないっていうか、こんなこと言える立場じゃないんですけど、こう自分の中から見つけたいのに、 そっちから見つけちゃうったらどうしよう、それは つまらないです、ごく。あ、なるほど。その、あ、やった、こんな使い方できる、こんな体の動かし方があるっていうような感覚を楽しみに稽古してるんですよ。もちろん試合もないし、そういうあの武術の道なので、僕はそこに喜びを感じてるので、なるほど、ね、どうしてもなんか黒いワールドを見ちゃうと、こうなんかちょっとした、まあ、なんていうんですか、そのヒントだったり、その先生方の体の使い方だったり説明をこう聞いてしまうと、なんかこう、なんていうんですかね、ズルじゃないけど、わかります、なんか言ったことはズルで、なんかね、ズルするつもりじゃなかったのに、ないのに結果的にやめてくれって。あ、なるほどですね。そうなんです。だから、うん、どうせ、そういう情報を得るんだったら実際に学びたい、実際にちゃんと人と人との交流で学びたい、映像から撮るのはなんかちょっと自分の中ではすごく抵抗があるんですよね、はい。まあ、それを解決する方法は黒帯ワールドを見るのではなく、黒帯ワールドに出ればいいということですよね。簡単に言うと。なるほど、そうなんですよ。どういうきっかけで宮平先生のことを知って、どういうふうに思い始めたのか教えてもらえますか？はい、確か2006年に宮平先生が演舞をされた、あの沖縄空手 の先生方のところで演舞をされた動画を見まして、その時になんかその宮平先生の動きとか、その技の怖さとか、そういったその洗練された動きですかね、うん、その姿を見てすごい、あ、この先生は本物だなっていうふうに感じて、そこからですね、宮平先生に興味を持ったというか、はい。その宮平保先生は、まあ、中国武術という、はい、まあ、立場というか、うんうん、そうですけども、はい、石井先生はまあジークンドー、はい、でジークンドーと中国武術っていうのは石井先生の中では、はい、まあ、つながっているとか、もしくはもう別物であるとか、はい、なんかあの考え、どんな気持ちでいます？流儀のスタイルで言ったら全く違いますね。その、表現方法というか、その戦闘のスタイルっていう面では全く別物だと思ってます。はい。ということは、その宮平保先生が中国武術だから気になったわけではなく、そうですね、違いますね。やっぱり流儀よりも僕はやっぱ人だと思っているので、はい、はい、何々流が一番強いとかそういう話もあると思うんですけど、でもそうじゃなくて、その先生だったりその人自身がどれだけその自分の
なんていうんですか、鍛錬してきた流儀だったり、そのそういったものをどれだけ収めているかだと思うので、そういっただから人として、あの、なんていう、一武術家として、あのすごく惹かれましたね。宮平先生に会ってみたいっていうのを今言っていたってことは、はい、会って何をしたいみたいなことは あるんですか、何か。うん、やっぱり先生のその技をこう直の自分の目で見てみたいっていうのと、まあ、自分自身にも技をかけてもらいたいとか本当にそう体験したい。なるほど。で、宮平先生がどういう、こう道を歩んできたのかとかっていうお話とかもお聞きしたいっていうふうに思ってましたね。はい、あとは自分のこういう技をこう見てくれみたいな。いや、見てくれはないですよ。いや、ただでもジークンドーってこういう武術ですよっていう、なんかそのご説明っていうか、その宮平先生 あのよろしければお目に触れさせていただければ。というわけで、黒帯ワールドで2人の対面が実現したのです。ですよ、ね、恋する乙女的な顔になってますけど本当ですか。どこまでドキドキしますけど緊張移っちゃいました。すみません。本当です、本当です。すみません。いよいよ対面ということで、はい、楽しい、はい、撮影というか楽しい出会いにしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあこちらです。うわ、すごい素敵な。あ、え、じゃあ、はい、すみません、失礼します。あ、宮平先生、はい、はじめまして、はい、石井と申します、はいはい、よろしくお願いします、はい、じゃあ失礼します。どうすか。いや、はい、あの映像で何度も見た場所でもう2006年ぐらいからです。あ、そうなんですか。はい、そうなんです。十数年前の、もう15年ぐらい前の動画を見出させていただいて、はい石井先生も最近のもすごい頑張りはいつも拝見させていただいて。ええー、本当ですか。はい、もう恐縮です。ありがとうございます。楽しみですね。はい。プロというよりもコツンと瞬間に合わせてこう、この中心移動をこうしていこう。早いですね。3歳ぐらい。ここから。うわ、打たれてから分かるっていうか、まあ、まあ戻ってから分かる。見ない方がもう確実に、本当だ、確実に完璧じゃないですか。そしてこういうこっちに回り込んだり、下に出してこう入っていく。石井東吾、宮平保つ、武術家たちの人生が交差するクロスロード、黒帯ワールド。